今ですね、石崎さんがエケベリアの種をですね、水の中に振ってました、こんな状態ですね、この茶色いやつですね、上の方にまだ浮いてますね。おそらく一晩ぐらい置いておくと下に沈むんじゃないかなっていうことで今、種をですね、試験管に入れてメッキについて、振ってもらったんですけど、まだ上に浮いてますね。まあ、だいぶ浮いてるね。まあ、明日もし沈んでたら石崎さんに写真撮ってもらえますからね。こんな状態ですね。